貴様を許さない。誰？貴様を許さない。私許されないようなことしたかな。あ、どうも。あ、来ていただいてありがとうございます。誕生日迎え29です。はい、2回目ね。23歳、一回り以上年下の、はい、高校生をゲームで任してはしゃいでた。いや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 、でもね、テトリスはそういうもんだからね。そう、リングに上がったらもうね、そうそう、関係何も関係ない。ただひたすら勝って気持ちよくなりたい、そういう意気込みで臨んでおりましたが、なれなれしくしてんじゃない。お前を許さない。そんなに怒ることなの？ゲームルゲームルのナレーターになりやがって。あ、まあ、諸君、私こそがレオス・ヴィンセントだ。これから私がゲームルゲームルのナレーターを務めさせていただく。よろしく頼むぞ。生まれ変わったゲームルにロクマオ塾直伝の電流が襲いかかる。三乙女よ、これが公式番組だ。今期のナレーターになりやがって。もしかして交代制？ワンクールのナレーターになりやがって。いやいやいや、次のクール狙ってるってこと？それずっと言い続けられると思うな。いや、これ渡さないようにしっかり頑張っていかないと。いや、でもログもあるし。そうそう、いいじゃない。ゲームルは私に任せて。いや、そう、交代しよう。じゃあログマオなんてのはいいから。ログマオどうぞ。入ってよ。年齢層の平均がちょうどよくなる。また僕以外おじさんって言わないでください。ちょっとお兄さんって言って。ちょっとお兄さん。そうそう、それぐらいがいいバランスだから。傷つくよみんな、それ言ったら。あ、はい、なんだよな。なんだっけ、昔やられてた、はい、世にも奇妙な物語みたいなやつあったじゃないですか。ありましたね。あれでなんかリリムとやってたのも羨ましかった。許さない。いやいや、まあそれはやっぱりね、適材適所っていうのかな。うん、やっぱり私。あそこに敵が。敵はあるんですよ。やっぱり私はしっかりとした大人ですから、やっぱり剣持くんにはできないことをやれるっていう意味では、お互いのそれぞれの場所で頑張ろうねと。切れすぎだろ、さすがに。許さない。なんで急に切れるんだよ。3回後くらいにはもう解任してるから、ね。お楽しみに。まだまだ粘るよ。ゲームルゲームル新ナレーターの剣持ちゅうやでした。いや、違う違う違う、決まってない決まってない。